午前汁粉に、玄米餅粒あんの汁粉西日本では、前菜と呼ばれる懐しるこ汁子汁子は、小豆などを砂糖で甘く煮た汁の中に、餅や、白玉団子、栗の甘露煮などを入れた食べ物、お汁粉とも呼ばれる。関東ではしあんを用いたものも、粒あんを用いたものも区別せず汁粉と呼ばれるが、関西ではしあんを用いたもの汁粉と呼び、粒あんを用いたものは、 全財と呼び分けるのが通例である。粒あん、腰あんともに汁こと呼ぶ地方では、あんの違いによって区別される。また、江戸時代以前より即席汁ことしての展開も見られる。小豆あん以外に、白あん、栗、かぼちゃ、ゆり根、枝豆などを用いて作る場合もある。江戸時代の寛永12年の料理物語の講談の欄に、すすり団子と称されるものが載っている。 これはもち米6に対しうるち米4で作った団子を小豆の粉の汁で煮込み、塩味をつけたものであり、その上から白砂糖を天盛りにした一種の汁物である。当初は甘いものではなく、塩味で調理されており、魚として用いられることもあった。鳥取県、島根県東部での雑煮における汁粉も元来発酵した塩味の料理であったと考えられる。あん餅や、 おはぎなどとの関連性もあるものと見られる。現在は甘みを増して、喫茶店や甘み屋、茶店などで供されており、大阪の夫婦全在が二つの小さなごんに入れられて供される、仙台のずんだ汁粉など、地域色の出た汁粉が出されている。特に、甘み屋や茶店においては、口直しや甘みを際立たせるものとして、 塩昆布や漬物など塩味の濃い食品を添えて出すことが多い。また、長崎のぽく料理においては、梅ワンという名で御前汁粉がデザートとして出される。梅ワンという名前は、梅の花の塩漬けを汁粉に浮かべて出したからとも言われる。砂糖が貴重品だった時代の名残とも言われるが、古い時代のぽく料理の献立てでは汁粉以外の菓子類等が出されており、確証はない。 塩を添えることで、小腸で分解されたグルコースとナトリウムとの共有層によりグルコースの速やかな体内への吸収を助ける。すすり団子と称するものは現在でも大分県等に残っており、トウモロコシ団子の汁粉を刺したり、団子を野菜と似た、水豚のような料理を刺すこともある。芥川龍之介は昭和2年の5月に、 汁粉についてと注目している料理であることを書き、また、ワンの汁粉をすすることなども書いている。このことについて、久保田万太郎の甘いものの話でも触れており、久保田万太郎は、まず一気に汁粉を流し込むと食べ方のついて書いている。芥川龍之介は、久保田万太郎と共に、汁粉は、食うものか飲むものか熱心に話をしていた。 小島正次郎の食いしんぼでも同様であり、昔から話題の種になりやすい料理であった。正月の代表的な食べ物の一つである。島根県や鳥取県においては、雑煮として汁粉を食べる風習がある。また、香川県など四国の一部では雑煮に、あん入りの餅が使用される。鏡開きにおいては、鏡餅を用いて汁粉や全材を作る。 正正月に食されるあずきがゆも同様である。日本の刑務所では、被害者の命日、受刑者の食事に汁粉がつく。甘みであるあんみつと、ぜんざい汁気のないあんを、餅や栗などにかけたものを、関東では、ぜんざいと呼び、関西では、亀山と呼ぶ。台東区浅草周辺には、ゆであずきと呼ばれる田舎汁粉に似た、寒飲料が存在する。田舎汁粉以上に、 水分量が多くて餅などは通常入れられずあっさりとした甘みとなっている。現在ではガラスのコップに入れられ飲み物として供されることが多い。そのままもしくは冷やして飲まれる。汁粉に類似した食品は中国やベトナムにもあり、栗やハスの実、タピオカ団子を中に入れたり、黒ごまやココナッツミルクのあんを用いたデザートがあるが、日本の汁粉との関連性は よくわかっていない。ありがとうございます。